1月13日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。1月13日生まれの方は、怖いもの知らずで正直な子供のような性格の方です。好奇心旺盛で、自分が興味や関心を示したことにはまっしぐらに進んでいきます。その先にどのような困難やリスクが潜んでいたとしても恐れることがありません。自分の気持ちに正直で、自分の気持ちに嘘をつくようなことができない方です。自分の思ったことを何でもストレートに口にしてしまうこともあり、時には誰かを傷つけてしまうこともあります。しかし悪気がない人柄であることを理解してもらえれば、大抵の場合は許してもらえます。自分が熱中できるものを探しています。自分が興味を持ったものには猛スピードでのめり込んでいきます。ただし自分が夢中になっているうちは良いのですが、途中で飽きてしまうと、そのままにして別のことに熱中してしまうこともあります。そのため習い事を始めても中途半端に終わってしまい、なかなか身につくレベルに達しないことも多そうです。自分の計画したことが途中で挫折してしまうと、人のせいにして自分はどこかへ逃げてしまう子供のような一面も持っています。しかし子供のような遊び心のあるユニークな感性は、多くの人を元気づけることができます。クリエイターやエンターテイナーを志すかもしれません。自分のオリジナリティを出したいという気持ちが強まれば、もっとスポットライトを浴びたいと目立ちたがり屋の一面も出てきます。競争心もありますので、自分のライバルには絶対に勝とうと必死になります。自分が負けたとしてもすぐには負けを認めないような子供のような一面もあります。自分の実力に自信を持っていればいるほど悔しい思いをするかもしれません。周囲や環境の影響を受けやすい方です。良い環境に身を置いていれば、自分にとってプラスとなる習慣などが身についていきます。しかしそうでない場合には悪い影響を受けやすく、そこから抜け出すために苦労することもありそうです。感性の高さは直感力にも現れます。自分を騙そうとしている人を見抜くこともあれば、自分にとってプラスになるような出来事を引き寄せることもあります。明るく前向きな楽天家です。ネガティブな出来事があっても一時的に落ち込むだけで、立ち直りは非常にスピーディーな方です。いつまでもくよくよせずに気持ちを切り替えて新たな一歩を踏み出せます。ちゃっかりしている面が見え隠れすることもあります。人に協力する際には自分にも利益が得られるような交渉をすることがあります。自分が思っているような見返りが期待できないときには、
不満になってしまうこともあります。恋愛運、自分の興味や関心の高い分野の人の集まりに顔を出すなどで新たな恋に出会うことができます。社交的で初対面の人とでも親しく打ち明けることができます。いいなと思える人がいればフレンドリーな仲になることも難しいことではありません。ただし理想が高いこともあり、なかなか本命の人と出会う確率は高くないようです。小説や漫画などの世界に見られるようなロマンティックな恋愛を夢見ています。実際に交際をスタートさせたとしても現実に失望してしまうこともあります。しかし自分が理想とする人に巡り会えた時には、交際から結婚までがとてもスピーディーに進んでいきます。恋のライバルには絶対に勝ちたいという思いが強く、本命よりもライバルの方が気になってしまうことがあります。いつも新鮮な気持ちでいたい方ですので、同じように好奇心旺盛な人と相性が合います。仕事運、自分が心から楽しいと思える、やりがいを感じる仕事が一番長続きします。仕事が趣味、趣味が仕事というタイプの方です。コミュニケーション力が発揮できるような、人と接する機会の多い仕事の内容に変化を従う仕事が適しています。さらに自由な裁量が任されるような仕事であれば才覚を発揮できます。感性が豊かですので、独自のセンスやユーモアが生きるような仕事であれば大きな収入に結びつけることができます。人からあれこれと指示を受けることに抵抗がありますので、逆に自分が指揮を取る側のリーダーや管理職になりたがります。野心的な面もありますので、会社内では出世コースを歩んでいることが多くなります。自分が得意とすることや興味のある仕事にはスピーディーに取り組んでいきますが、苦手な仕事に対してはいつまでも腰が重く、人から口やかましく言われないと動かない面もあります。金運、計画をしっかり立て、それに沿って継続してコツコツとお金を貯めることができれば、まとまった財産になっていることもあります。自分の目標額に達するまでは絶対に手を出さないといった強い決意や忍耐も必要です。洞察力や鋭い直感のおかげで、怪しくおいしい儲け話で騙されることはまずありません。ただし周囲の人の影響を受けやすく、無駄遣いや浪費の多いグループと付き合うことが多くなれば散財してしまう可能性もあります。経済的に豊かな暮らしへの憧れも強く、無理に背伸びをして社会的なステータスの高い人たちと肩を並べようとする嫌いもありますので注意してください。また楽しいことが本当に好きな方です。何か嫌なことがあった時にはお金を使ってでも楽しいことに集中しようとします。この時にまとまったお金が出ていきやすいので気をつけてください。使う時は使う、貯める時には貯めるの、メリハリを意識すれば安定した金運が保てます。以上、1月13日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。